原子の坂本です、はい、まず私の方から、質問させていただきます。本日の右松議員の、質問の中で、ワクチンの接種の件でですね、タクシー運転手であったりバスの運転手というところ、まあ、公共性の高い分野での、まあ、優先接種という質問が出た中で、塩県部長の方が、まあ、今後そういった形で、優先順位の考え方まあ、意見交換しながら考えていくというようなお話だったんですけれども、次として、まあ、そういった公共施設、公共性の高い職種へのワクチン接種というのは、現時点どういう考え方をされていますでしょうか。はい、公共性が高いといっても、本当にいろんな分野があろうかと思いますので、今はあの高齢者とか基礎疾患を持った方という、そしてそれ以外の方という、そこの中ですね。この中でどのような順番でやっていくのかとかいうところをですね、優先順位をつけるのかつけないのか、それともそこは一斉にやるのかというところですね、まだそこはよく検討する必要があろうかと考えております。ワクチン接種が本格化する中で、供給量、それから全体の接種の作業がですね、どのようなスピード感で進むのか、まあ、そこもよく考えていく必要があろうかなと思います。現時点、国の方から、まあ、大まかなアウトラインの、はい、予定は示されていますけども、はい、それ以上のことは示されていないという中で、まあ、もちろん国への要望も、県として、自治体としてやっていくことだと思うんですが、それまでに、まあ、県独自で、まあ、優先順位をつけたりとか、スケジュールを、まあ、策定したりとか、そういった考えというのはありますか。優先順位というところまで今、はい、整理できているわけではありません。市町村のいろんな準備の体制もありますので、ですね、はい、そこはしっかり、はい、考えていきたいと思います。もう一つ、第3波の中で、宿泊施設の数字、稼働率 69%、66% という数字が部長の方から答弁ありましたけれども、実際に、まあ、この数字をどう見るかというのは、知事としては、どういった考えをお持ちでしょうか。そうですね、入院、それから軽症者の療養施設、それから自宅療養ということで、国においても、そういう、まあ、無症状とかですね、軽症の方は自宅療養ということで大丈夫だといいますか、国の基準に沿って対応がなされたところでありますが、感染が急増したときに、さまざまな形でその調整作業にしても割り振りにしても、どの程度そのルール通りに行くことができたのか、それとも多少こうグレーっていいますかですね、もっとその宿泊療養等で受け入れるべきところがそこは間に合わなかった部分があるのか、そこはこれ今後の振り返りの中でよく整理をする必要があろうかと考えております。今の時点で今日の60何とかそういう数字がありました。その数字の意味合いについて私の中では十分に整理はできている状況ではありません、はい、そこはしっかり検証をしたいと思います。まあ、質問全体今回通して鳥インフルエンザの発生と重なった部分で、まあ、人材の不足というのがあるんじゃないかという質問もある中で、まあ、今後そういった外部への委託、まあ、宿泊療養施設に関して言えば、まあ、例えば県職員がやるのではなくて外部への委託はどうなのかという質問もありましたけども、そういう、まあ、職員が担当する分野、また委託で可能な分野という、そういった整理というのは今後やっていく考えというのはいかがでしょうか。そこも課題になるのかもしれませんね、はい、やはり未知のといいますか、感染症への対応が必要になってくるということで、通常のように単に宿泊で受け入れればいいんですよということではない、その専門性ですとかさまざまな技術的なところの知見も踏まえた対応が必要だということでの、まあ、県職員が中心になりながら、そこに市町村からも応援をいただいてということで、徐々にこう体制ができてきたということがあります。で、今回の知見を踏まえて、そこまで県職員が出なくても宿泊施設に任せることができるのかどうなのかですね、
そこはさまざまな設置基準等も勘案しながら、また今回の経験がどのように生かせるのかということで、次への備えということの課題であろうかなとは思います。分かりました。はい、各社に質問がある方お願いします。はい、すみません、NHK です。ワクチンのことに関連してなんですが、はい、今週から医療機関に対するワクチンの分が配布されると思うんですけれども、具体的な日付とか、何日に県に来るかというところについてはいかがでしょうか。はい、そこまではまだ情報がないようです。はい、今週来るというところまでしかまだ情報が動いてきていない、はい、市町村に配分するワクチン、もっと先の話になりますけれども、それの配分計画というのは一応県が決められる。そうですね、そこは整理する必要があろうかと思います。今日々検討をしております。まだ具体的なスケジュールとか、市町村にいつの段階でお示しできるとかいったところの見通しなんかは、今の段階では示すことは難しいです。はい、あとはすみません、感染拡大緊急警報についての話なんですが、はい、一応今月7日が期限ということになっていると思うんですけれども、はい、それもまた前倒しで検討といいますか、状況についてはこう判断されると思うんですけれども、具体的には今週のいつぐらいにご判断をされる。そうですね、はい、これもこの前の会見等でも申し上げました、国の緊急事態宣言1都3県をどのように扱うかというのが、7日の前の段階で、一定の専門家の意見を踏まえながら検討がされると思います。そのスケジュールを見る必要があろうかと考えております。本県で今この感染拡大緊急警報を残しているのは、県外からの持ち込まれリスクを防いでいきたい、国の緊急事態宣言が残っているこの3月7日まではということで、申し上げてまいりましたので、本県のその警報を維持するかどうかは、国のその1都3県をどう扱うかというところにかかってくる、そのスケジュールと、本県としてのまた専門家の意見も踏まえながらの検討というところが、並行してになろうかと思いますが、国の方のスケジュールがまだ明確ではありません。最近 の東京の感染者数等を見ておりますと、減少スピードが鈍化をしている横ばいないしというようなことでですね、本当にこれもどうなるのだろうかというところを今注視をしておるところです。はい、ちょうど1年、ちょっと早いんですけれども、1年前に本県で、初めての感染者が確認されて、間もなく1年ということになるんですけれども、今、県内では感染者の数がゼロが続く状況で、1年、だいぶいろいろあったかと思うんですけれども、現時点で、今日の状況も踏まえて、知事の職権、どういったこの1年、振り返られてますでしょうか。はい、3月4日だったでしょうか、去年の最初の感染の方された方が確認をされた、あの時はまだまだ分かっていないことが多く、非常に我々としても、また県民の皆様への不安も非常に高い中でのスタートになります。その後、治療法も含めて分かってきたこともありますが、分かっていながらも感染が1波、2波、3波とこのような形で本県も全国的にも拡大してきた経緯がある、大変対応が難しいウイルスだということを改めて感じているところであります。我々は、先ほど宿泊療養の話もありましたが、これまでの知見、また教訓、経験というものをしっかり次へ生かしていく必要があるということで、今おっしゃいました、最近は少しゼロないしですね、少数の感染者というところでありますが、まだまだ予断を持ってこれで沈静化したとは言い切れないような状況ということをですね、緊張感を持って備えていく、そして先ほど来質問いただいているワクチン接種を効率的、また早期に進めていく、そこは非常にこのちょうど1年経った今ですね、我々はそういう段階を迎えているというふうに思っております。
全国的にもまだまだ十分に沈静化していない大都市を中心にですね、そういう状況の中で、まあ、本県は比較的今落ち着きつつあるというところで、再拡大を防いでいきながらワクチン接種、そしてその先にはといいますか、その並行してまた経済をですね、回復をしていく、そこが今の課題だろうなと思っております。わかりました、ありがとうございます。他に各社さん質問ありますでしょうか。内容ですので、以上で終わります。ありがとうございました。